今回獲得したカードはエリミネーター、怪獣、一つ目ピエロ、お化けキノコ、山賊の斧、キャットフライ、ダークランサー、ドラゴンキラー、そしてスライムベス、キャットフライということで、お化けキノコとキャットフライっていうさっきと真逆の構成でちょっとやっていこうかなと思うんだけど、頼む、いけ、来い、おぉこれは来た、これは来た、まさかの展開。そして勇気ゲージがマックスに溜まったんで、これでつばぜり合いもし終わったので勝ち確定。よーし、勝負あり、ありがとうございます。ユーシス選手1回戦続いて2回戦も大勝利です。次のバトルに勝利すればいよいよ決勝進出が決まります。白熱する最強武闘家決定戦順位決勝はユーシス選手、カズ選手、カズってあのカズ、キングのカズ。まあ最近やっぱりね、今ちょうどボケで言おうと思ってたのよ、サッカーと同じくらい白熱してるわみたいな言おうと思ったけど、もしかしてサッカーのカズさん、それとも福岡のカズさん、 YouTuber のあのカズさん、どっちだろう。どっちかのカズなのは間違いないんだけど、どっちのカズなのかがちょっと今のところわかんねえわ。うわー、炎両方飛ばしてそうだもんな。あ、福岡じゃなくて福井だった、思い出した、ごめん、カズさん福井だった、福岡じゃねえわ、福違いだったわ。さあ、じゃあちょっとどんな奴らで、ドラゴンで来てくれたら僕嬉しいんだよね、龍滅拳があるから。そろそろ龍滅拳の力見せておきたいけど出てこない。そしてなんだそのメンバーは、炎の戦士とブリザードマン。てかよく考えたら、なんで炎の戦士な、ファイヤーマンかさ氷の戦士でいいのにさ、なんでこれ色違いになった途端に若干ちょっと名前の違い出してオリジナリティ出そうとしてんの、ただの色違いのくせに。じゃあまあメンバーはこのままでいこうかな。ちょ、その前に炎の戦士とブリザードマンの弱点だけ見たいな。まず麻痺とかに対する耐性は炎とブリザード両方ともなかったんで、まあ、焼けつく息は別に使えると思うんだけど、問題は弱点で、なんだっけ、キャットフライのさ、氷の風だっけ、冷たい風か、冷たい風っていう技が氷と風を持っていて、ちょうど炎の戦士が氷と風弱点なのよ。なので、そこうまいことつけば強いと思うんだけど、ただブリザードマンも氷と風、こっち耐性持ってんだよね。ブリザードマンは耐性で、炎の戦士は弱点なんで、使うべきか否か悩むなぁ。まあ、変更はしないんだけど、まあ、でも使っていっか。弱点に基本的に当たるようにこのゲーム、まあ、設定されてると思うのね。で、まあ、しっかりと当たるかどうかは、その、まあ、50% くらいで、残りの 50% はそれ以外に当たると思うんで、ブリザードマンに当たる確率は、まあ、単純計算 25%。で、炎の戦士に当たる確率は 50% なんで、まあ、50% の方信じていいんじゃないかな。多少1回くらいブリザードマンに当たったとしても、そっちで行く？一回焼けつく息やりたくなっちゃう、やっぱり。で、暴れ、冷たい風。ちょっとこのトリプル B でやらせていただこうかなと思うておりますけども。まずは先制攻撃。頼むよ。炎の戦士がいいな。いけ！どうだ？冷たい風にゃ！誰だ？素晴らしい！これこれこれ！来たよ、しかも！まさか？これ？焼けつく？焼けついていく！素晴らしい！こいつら最強だ。よかった、メンバー編成やり直して、これは英断だった。で、暴れ回る。これどうする、もう焼けつくなんてやる必要ないんじゃないの、このまま一気に行っちゃおうぜ。で、あ、流滅剣は多分炎ではないよね。待ってくれ、やり返しか、どうだ、よーし、よかった、やられた、やり返すじゃなかった。よしよしよし、来てる来てる来てる、動けなくなってやんの、お前の両隣誰も動いてないぞ。そして頭突き、暴れ回る、冷たい息、トリプル B ではなくダブル B&A でやらせていただきます。なんだ、まあこっから逆転できるようなカードはないんじゃないの。おっと、マジックバリアかい、これは大丈夫だ、魔法なんて誰も使わない。おバカさんだね、武闘家決定戦で魔法使う人なんてあんまりいないと思うよ。多少はいると思うけどね、その弱点とかついて当初の僕みたいに。聞いてないか、まあまあまあ、しょうがないしょうがない。でからの魔獣ね、これ怖いんだよな、なんか多分
確率でなるんだろうね。どう？よーし、よかった。怖え、おたけび系はね、めっちゃ怖い。氷の刃、鬼滅の刃、大丈夫です。問題ない。これは、あ、でも、これ痛いんじゃないの？あー、まあ大丈夫か、よかった。お化けキノコ氷に弱そうだから怖かったけど。で、炎の拳。こっちか。こっちが多分、弱いんだと思うわ。キノコに。オーケー、キャットフライだったらいい。大丈夫だと思う。さあ、これはどうだ？ 314 痛いね。でもこっちはまだ動ける。冷たい風。ブリザードマンだけやめて。他だったら誰でもいいけど。できれば炎の戦士がいい。さあ、行け。こう、冷たい風。いやー、そうなっちゃうよね。そんな気はしたわ。いやー、ちょっと確実に350出た段階で、やめとくべきだったか？で、こう。まずすぎるね。もう一回焼けつかせてください。お願いします。もう一度だけチャンスを。待って、先に行動しないで。お願い。そうしてると有機ゲージが相手溜まっちゃう可能性あるから。いや、大丈夫か。さすがに2回動けなくなってるから。それは大丈夫だと思う。で、いやー、ちょっと動きすぎじゃない？ちょっとさーね、男子。ちょっと動きすぎだと思うんだけどね。ね、ちょ、ね、ちょ、ね、ちょ、ね、ね、ちょ、ね、ちょ、ね、ちょ、で、まあ、生きるけどね。まあ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 、生きてるんだけど、生きてるんだけど違うじゃん。いや、みんな大丈夫。焼けつく息さえ、全員に当てれば、勝ち確定です。はい、それだけの、お話だと思うんですね。非常にまずいですけど、非常にまずいですけど、頼むぞ、本当に。暴れ回る。問題はもうここじゃない。問題は焼けつき息、これに全てかかってる。頼む。よろしくお願いしまーす。麻痺させたぞ。ひよります。ひよった。いやー、頼む。本当にお願い。よし、まずは一人。お願い、頼む。でもこれ多分全員動かないといけないよな。よし、まずは一回、一人ずつ。よしよし、セーフセーフセーフ。頼む、お願い、先に動いて、こっち。よし、まずは、あとキャットフライお前にかかってる。お前すみません、早いよな。それがお前の一番の取り柄だって、いつも僕に語ってくれてたよな。俺やっぱ素早さしか取り柄ねえからさって。頼むよ、キャットフライ。きたー、頼む。あとは当てて。いや、全員に当てないときついか。最高だよ、キャットフライ。お前は本当に、キャットフライ。今抱き合ってる、キャットフライと。キャットフライがめっちゃ舐めてくる。キャットフライは、可愛いやつだな、本当に。そうだよな、お前素早さだけが取り柄だっていつも言ってたけど、お前それ今活かせたな、本当に。よかった、キャットフライ。いやー、素晴らしい。勝負あり。最強舞踏家決定戦決勝進出者は、ユーシス選手に決まりました。森さん、いかがでしたか？うむ、二人ともお互いの持ち味を生かした素晴らしい舞踏だったぞ。森、わかってんね、そうなのよ。焼けつく息を使うお化けキノコ、素早さが取り柄のキャットフライ、素晴らしかった。そして、なんかちょっとよくわからんけど、ずっとくるくる回ってるドラゴンキラー、すべてがいい感じに噛み合ってくれた。モリーさんからお褒めの言葉が飛び出しましたが、決勝戦はさらに好勝負の予感がします。そうよ、ここまでドラゴンキラー、あんまり活躍できていないように感じるかもしんないけど、実はここから、リュータは絶対ドラゴン使ってくる。だってあんだけ毎回ドラゴン使ってくんだから、まあ、これやっぱ、リュータメタと言われていたドラゴンキラーを使う時が来たんじゃないか？一足先に決勝進出を決めていたのは、前年度王者決定戦優勝者のリュータ選手。まあそうよな、優勝候補ってわけよ。実質ブラジルみたいなもんよな。ブラジル、ドイツ、スペインとかそういうことよね、リュータは。やっぱり決勝戦まで勝ち残ったな。友達だからって手加減しないぜ。どっちが最強の舞踏家になるか、俺と勝負だぜ。バトルしようぜ。対するはたった今、準決勝に勝利した期待の新星、ユーシス選手。まあ僕一回、ハーゴン使ってリュータに勝ったからな。まあ今のところ1対0で僕の勝ちって感じになってるけど。では森さん、そろそろ始めましょう。よかろう。
最強武闘家決定戦ファイナルマッチ、いざ最強の武闘家を目指せ、レディーファイ。さあ、まあ一応決勝まで来れたんでね、まあシードで戻ってくることはできるとはいえ、ここで一発でいきたい。お前なんでプラチナキング級って一人だけおかしくないかなあ。今までそんなんじゃなかったじゃん。いやでも大丈夫、デューター絶対ドラゴン使ってくる。お前のことを知り尽くしてるから、絶対お前がドラゴン使ってくるって僕は信じている。頼むぞデュータ。さあデュータが使うメンバーは、そうだよな、来たぞキースドラゴン。ここでついに、おっと、お前もドラゴンキラー使いか。いいね、変更しないけど一応麻痺が効くかどうかだけ確認してみよう。まず麻痺に関しては別に効くわけでもなければ耐性を持ってるわけでもなさそうなんで、このままでいきましょう。変更はしませんと。まあ、さっきみたいな感じでうまくいけば当たってくれるかもしんない。でプラスあとね、氷と風に関しては両方とも耐性があるんで、まあさっきのねキャットバットの氷の冷たい息だっけ、なんかそんな感じのやつがあったんで、それは使わないで行く方針でやっていこうかなと思います。であとはドラゴンキラーね、ドラゴンキラーの龍滅剣使っていこうか。じゃあまずは一旦麻痺の運ゲーで一発やらせてもらおうか。75レベルやべえな。焼けつく、龍滅、そして滑空アタック、これでいこう。龍滅剣が今回もしかしたら火を吹くかもしんない。さあということでまずは先制攻撃、素晴らしい、素早さが取り柄、滑空アタック HP 高えな、やべえ。いやカット、嘘だろ、全然効いてない、やばすぎる。さすがリュータ暴れ回る。いやー怖い、どう来る、ちょっと一人くらい避けてほしいな。いや当たるか、いや強すぎー、強すぎる、やばい。レベル75は伊達じゃねえな。音速の拳、これはどう来る。いやーいやー、まあ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 、そうは言ってもって感じか。からの焼けつく息、頼む、焼けつく息、終わったか。いやもうでも焼けつく息を何回か使って動けなくなることにかけるしか勝ち目ないもんな、こうなってくると。だってあと、もしこれさあ、いいよ、素晴らしい、これはいい。あとはもう焼けつく次第だな。焼けつくが当たってくんないと、もし今ね、体当たり頭突きだったとしても、17、嘘だろ。流滅剣使わせてくれよ、頼むから。やるしかねえ。わ、しかも引く。よーし、とりあえず勝った。まあ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 、勝つことはできるんだけど、焼けついてくれ、OK。これはナイス。頼む、本当に頼む。うわあ、やめてくだぜ、やめてくだぜよ。まあまあまあ、まだ大丈夫だけど、まだ次のターンで終わる。このターン1000ダメージとかないと。いやーだから、いやもうちょっと待ってよ、これメンツ変更してもいいか。いやなんかさ、耐久のゴリ押しした方がいけるんじゃないか説をちょっと考えてさ、勇気ゲージをゴリゴリに貯めて、もうスバゼリ合いとかも勝ってみたいな、そういう戦法の方が何だったらいいんじゃないかみたいな風に感じてきたけど、もうとりあえず焼けつく使うしかねえな。え、何、なんだ、待って、ギガ電やめて、あー死ぬー死ぬ、終わる。おー、ナイスガード、ナイスガードだけど終わるよこれ。頼む、焼けつくをもうね、本当に3連続とかやんないとマジで勝てない。頼む、お前の焼けつくにかかってる。終わった、いや避けてくれ、頼む、グッ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 、勝てるわけがない、こんなの。え、レベル上げか。いやさすがに18がきついっていうのも多少わかるよ、それは。まあそうなんだろうなと。このレベルで戦ってんのもなかなかに無謀な気はするから、ちょっとレベル上げしてもいいか。あともう一回戦ってきつそうだったらレベル上げも視野に考えた方が良さそうな気がすんな。 OK、 ありがとう。決勝戦まで来れたっていうことが、まあでも僕の中でマジででかい。じゃあちょっと今回
奥の手使わせてもらってもいいですか？ちょっと今回ばかりは、いやーそうだね、できれば使いたくなかった手だけど、ま、一回だけね、僕の中で考えがあって、やはり勇気ゲージを貯めていってっていうのはかなりいい手だと思うのね。やっぱりレベル75もあったら。だから、ちょっとこれでやってみようかなって思ってて、どういうことかっていうと、メタパニと焼けつく息で相手を動けなくした状態をキープする。で、耐久して、つばじり合いに勝って、勇気ゲージマックスまで貯めて、とどめの一撃で勝つ。この戦法でやっていこうかなと思います。まあ、ただね、これやっちゃうと、もう、それ言い出したら何でもありじゃんみたいな。じゃあもう、100回くらいこれ続けてやったら、いずれね、確率が上振れて、まあ、どっかのタイミングでできるようになるかもしんないから、まあ、それやっちゃうとね、面白くないんじゃないかなって思ったんで、今回の一回だけ、一発勝負でやっていこうかなと思います。まあ、今回の一発でいきなりいけたら、それさすがにオッケーでしょっていう。それはだってね、もう本当に奇跡なんで、まあ、そこまですごいことが起きたら、もう認めざるを得ないだろうということで、今回の一回だけこのパーティーでやっていこうかなと思います。ここで決めたいな。だから、やっぱ100回くらいやったらね、いずれできると思うんで、こんなんやったら、どのチーム相手してても。なので、まあ、この一発に全てをかけていこうかなと思います。じゃあとりあえずまずは焼けつく流滅メダパにこれでいこう。で勇気ゲージをしっかりと貯めてっていう流れだね。先手取りたいな。できればうわ取られるか。先手取りてえな。できればまず先手でどっちか使って動けなくした後に動けないからを焼けつくみたいなことやりたいんだけど、いやさすがにきついか。いやー早いねー、早すぎる。ちょっとそんなこと言ってる場合じゃないか。100回やったらいけますみたいな。100回やってもいけませんか、もしかして。さあまずは一発257。まあまあまあ、よし頼むよ、焼きついてくれ、頼む。耐性あんのか耐性あんのか、なんか全然効かないんだけど。焼きつき息、さっきまでの焼けつく息と次元が違いすぎる。頼むぞ、メダパニを唱えた。あれあれ、え、100回やっても0回、100回やっても0回しか状態異常かかんない可能性。怖い、疲れるからやめてくれ。もう1ターンくらい耐えたかった。もう1ターンくらいどうなるのか見てからやりたかった。よーし、勝った。まあ、勝ったけど、これやるたびに手痛くするからね、極力やりたくないんだけど。ナイス、焼けつき息。あ、そっか。こっちがやったわけじゃないか。そうか。うわー、まあ、一体か。できれば両隣もやっておきたかった。ナイス、頼む。お願い。本当に、メダパに。こんな効かない？こんな。まあでも、しっかりと蓄積はできてるんで、あとは、もうやめてください、本当に。回避して攻めて。回避を。君たちは回避の専門家でしょ？いや、お化けキノコは違うけど。なあ、一つ目ピエロの利点がなくなってるよ。メタパニ行こう。まあそうね、とりあえず、相手の主人格が動けなくなってるのはでかいけど。修行してきます。最強になって帰ってきたぜ、リュータ。僕のレベルは74だ。めちゃめちゃ上げてきた。もうとんでもないくらい上げてきたんで、これだったら勝てるでしょう。まあ、相手のレベルは75なんで、まあ、これでお互いね、同じくらいのレベルであると。なので、正々堂々と戦うことができる。レベル差はこれでなくなった。ま、さすがにレベル75超えちゃうと、まあ、こっちの方が有利になっちゃうんで、まあ、メンバーがちょっとね、有利じゃない不利ってところもあるけど、まあ、とりあえず、同じくらいのレベルだったら正々堂々、弱くもなく強くもなく戦うことができるんじゃないか？武闘家ユルシス。そして、一緒に戦ってくれるのはお化けキノコとキャットフライ。このままでいこう。久しぶりだな、リュータ。2年間僕は修行を積んできたんだ。ずーっと、
ダークドレアの 2P プレイで召喚しまくってミルドラースをボコボコにし続けた。ずっとそれでねレベル上げてきたんで、ここはちょっと頭突き流滅拳、そしてこれどっちがいいかな、これ難しい、まあ、角アタックだっけ、ちょもう忘れちゃった何、まあ、トリプル A でいいよね、とりあえず OK これでいこうかなと。で HP も見て2200まで上がったんで、かなり耐久面は上がってると思うんだよね。暴れ回る、まあいいでしょう。とりあえずどうだ、ダメージ軽減はさすがにできないか。ただこっちの流滅拳の火力もね、多分75まで上がったことによって相当強くなってると思うんだよね。いやーこれでやっと正々堂々君と戦えるよ。まあやっぱり HP もねだいぶ少なかったんで、前回は300くらい少なかったのかな。なので一発耐えられると考えれば相当でかい、266、まあ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 少なく見えるけど、前回だったらおそらくもっと少なかったと思うから、火力がね、それに比べたらだいぶありがたい。そしてキャットフライの攻撃も悪くないでしょう。そしてまああれだな、だから今のところまあ接戦って感じになってるけど、キースドラゴンに流滅拳さえ当たってくれれば全然話が変わってくるんで、そこを狙いたいが、ただ気になるところとしては、やっぱり相手のギガソードだっけ、あれ使われちゃうと一気にやられちゃうんで、まあそこをなんとか耐久していきたいっていうのと、確かここってさあいつつばずり合いやってこなかったっけ、だからそこだけ怖いな、それやられちゃうと来るよな。そうだよな、つばずり合い発動、ここはちょっと冷静にやらせていただきます。あとねなんかちょっとこれ僕のねつばぜり合いのやり方もしかして上手くなったかもしんない、練習してる間に。ちょっともしかしてさ、こうやって話しながらできるかもしんない、いい、ほらこれ来た、上手くなってる。なんかウィーリモコの振り方思い出した、昔のやり方。最近なんか全力で振ってたのね、もう本当に命がけで運動してるかのようなすごい体力使ってつばずり合いやってたんだけど、なんかあのテコの原理とか使う、テコの原理か分かんないけど、なんか軽く振ってたわ、さいけるようになったわ。ちょっと口で説明するの難しいから言えないけど、ナイスキャットフライ回避、これはでかい。んで凍える吹雪ね、まあ、流滅拳が使えないんで大ダメージ与えられないけど、これ次のターンは耐久できるよね。オッケーオッケー、1000あるんでさすがに次のターンは耐えられる。あとは流滅拳が相手に当たってくれれば全然可能性はあるって感じかな。まあ勇気ゲージで決めるのはさすがに厳しそう。うわー回避されるか、お互い様だな。まあここはちょっと流滅拳でうまいことやりたいな。まあさすがに焼けつく息当たんない気がすんだよな、前回あんなに当たんなかったから。あそうだった、ギガソードさっき言ったばっかなのに忘れてた、やばいやば。あ待って、これきついか、まずい、やばい、これ回避してくれないとやばいな。頼む、ちょっと待って、お願い、ここまで修行してきたんだ僕は。ナイスですね、来たか。いやどうだこれ、うわこれワンチャンあるぞ、これはワンチャンある。ただ、まあ、会心とか出してくんないとさすがにこのターンじゃ無理、なのでちょっとここはあれだな、次のターンにかけるしかない。まあ、みんなの素早さが高いのは非常に嬉しいんだけど、まあ、このターンじゃどうしようもないので、うわミスするか、頼む、あとは回避してくれることにもうね祈るしかないのよ、頼む回避して。うわこれきつい、はあ、205はやばい、一人でも回避してくんないと。キースドラゴンの輝く息みたいなやつで回避が一番最高。オッケーナイス、くっそーあと83、惜しい、やばい、回避して頼む、お前ここ下が出る、うー惜しい、くっそー83か、全体攻撃とかで回避されなければ勝ててた。うわ惜しい、これはでもちょっと希望見えてきたか。まあ、あと一個考えることとしては、お化けキノコ交換して別のモンスターに変えて、っていうのもまあなしではないか。それじゃあ今回はちょっとね、あえてスライムベスに変えてきたんだけど、終わりです。まあ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 、さっきは運が悪かっただけと、スライムベスが受けたらいける。お願い、うわくそ、うわお前じゃない、くそ惜しかった。これは冷静にいきます。とりあえずそうね、さっきと同じように回避をしまくってくれれば勝機はある。なあみんな、おしゃれ着てもいいかねえ、ちょっとさ、いや
でもあいつだけおしゃれ着着てんのずるくないか？いやな、別におしゃれ着着ちゃいけないなんて縛りしてないのよ。別にね。なんか別に着てもいいはずなんだけど、なんかここまで来たら着たくないみたいなとこも出てきちゃって、着ていい？着て、いや、でも、ちょ、いや、着ちゃダメって言うんだもん、みんなが。みんな、僕はめっちゃ着たいんだけど、みんなが着ちゃダメって言うからさ、そんな縛りないのに、そんな縛り一回も設けてないのに。でも、ここまで来たらさ、みんなの声が聞こえてくるんだ。着るなって、全裸で行けって言うから、こんなの公然わいせつ罪で捕まっちゃうよ。やるしかねえ。とりあえず一旦やるしかねえ。くそ、でも、くそ、回避をしてくれないことには始まんねえ、とりあえず。あとは回避、あとは回避、あとは回避。終わりです。さよなら、バイバイ。すっこんってお前。みんな頼む。しっかり回避をしてくれ。頼む。回避と回心。これさえ出せれば勝てる。いやー、もう、こうなったらね。貯める使うしかないわ。スライムベス。頼むから回避してくれ。本当に頼む。もう疲れちゃったよ。これは終わりっぽいね。もう、こっからは、運です。完全に運です。頼む。避けて。これ避けられないと、しかもきついぞ、この攻撃。うわぁ、終わりだ。これは多分リセット。これはリセット。一応見るけどね。会心出すかもしんないし。そこはまあまあまあ、一応様子は見るけど。まあ、リセットかな。リセットかな、これは。これを避けたらまだ可能性ある。はい、リセット。ごめん、ちょっとさすがに。今回負けたら、おしゃれ着着てもいいですか？さすがに疲れちゃった。もう、心身ともに疲弊しきっています。僕は今。いや、でもきついな。避けてとりあえず。避けてくんないと始まんない。物語は、物語を始まっていく。来たか。いや、まあ、ここで来たって思ってしまうのが良くない。だってこれ、全員が先手を取らないといけない。こんなの、お前らいけるのか？あれ？頼むよ。終わりです。いや、待て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 、お願い、めっちゃ避けて、めっちゃえぐいほど避けて、いやー、えぐいほど当たる。もう終わりだ。勇気ゲージが今溜まったからワンチャンあるかなって思ったけど、終わりです。これはもう勝てるビジョンないもんだって、こんなの。いやー、これもしかして流滅剣当たってたらとか思ったけど、いや、まあ避けてくんないと。単体だったら避ける可能性ある。まあ、避けないんですけどね。全部買わせてください。全部来ます。ガチガチにします。ガチガチにしました。まあ、これでどうにかなる問題なのかわからんけど、HP と身の守りがめっちゃ上がりました。火力も若干上がりました。そんな感じです。お、めっちゃいいじゃん、これ。こっちの方が上位互換あったんだけど。は、先に言って欲しかったんだけど。え？これ自分でしょ？こっち何？これも自分でしょ？いや、絶対こっちの方が良くね。どう考えても。何が違うん？両方とも1枚なんだけど、交換枚数。普通にじゃあこれ、つけよう。これも買います。OK。この、ガチガチ装備なら勝てるかな。まあ、こんだけガチガチにしても、正直、勝てる気がしないんだけど。おしゃれ着パワー全力でいきます。おしゃれ着使えんのがお前だけだと思うなよ、リュウタ。あー、避けてほしいな。あー、避けない。あー、もうやる気がないんだね、きっと彼らには。うん。頼むよ、本当に。お願い。頼むから。頼むから一度でもいい。いや、一度でもいい。いや、そんなことはない。一度でもいいわけがない。何度も回避してくれ。頼むから。しかも、あー、もう、キースに全然当たんないどころかガードもしちゃうんだ、君。リセットです。君たちならやってくれるよね。僕を失望させないでくれよ。なあ、頼むから、もう、なんだっけ、おしゃれ着か。おしゃれ着を着せ替えてから、もう2連敗。もうなんかおしゃれ着とか関係ないもんね、正直。まあ、2連敗って言っても、途中でリセットしてるから、もしかしたら勝てんのか？勝てるわけがないですよね。でもあんな状況からさ、はい、終わり。いやー、これはきつすぎる。無理か、これは。あー、終わった。流滅か。
避けてくれたマダル。終わった。戻ってきてくれお化けキノコ。ごめん、お前を外した僕が間違っていたのかもしれない。確かに貯めるって結構強いし、まあそれでもいいかなって思っていた自分もいたけど、やっぱりお前しかいない。回避率は確かに君はないかもしれない。だけど氷によるダメージを受けない時点でお前も強いんだ。行こうトリプル A。 ここからこの3人で行こう。やっぱりこの3人しかいねってことだよな。頼むよ、君も会心が出やすい技なんだ。行け。おお、やっぱりお前しかいねえってことか。お化けキノコ頼む。あ、来た。避けて避けて。いやーちょっとね、もう時間がね、もうこれ以上やってたら動画間に合わないし、ちょっとこの後用事もあるんで、ちょっともう今回ラストバトルにさせていただいて、もしこれで負けてたらもうどうしようもないんですけど、ここ一回やらせてもらっていいですか。で実は一個気づいたことがあって、お化けキノコの焼けつけ液、これ龍太に聞くことが判明してさ、前回メダパニと焼けつけやりまくって一回当たんないか、もう絶対効かないもんかと思ってたんだけど、あれは何だったんだ、なんか分からんけど二人に当たったんだよね。だからまあ確率の問題かもしれないけど、いけることが判明したんで、これちょっと焼けつく息で、ワンチャンを狙っていきたいなと。次、つばずりは相手使わないよね、焼けつけたら。本当にお願い。本当に。いいよ。すごくいい。来てる。まあこれ11なんで、別に大きく何か戦況が動いたわけではないけど、これを蓄積していけば、あるぞ。あとは、リュウタ、倒す、からの、お化けキノコ、焼けつく、おっし、頼む、いけー、お前じゃない。でもリュウタってどうなんだろう。リュウタ、これ焼けつく使った場合、次のターン動けないのかな。次動けないんだったらでかいぞ。これは耐えきれる。よし、いいよ。あとは焼けつく。いや、これ焼けつく多用しすぎか。でももう焼けつかないと、勝てねえんだ。頼む、焼けつく息。よし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 。いいよ。まあ、そうね。まだ、なんとも言えないところであるけど、ここでしっかりと龍滅拳。よし、来てる。会心来い。くぁ、会心ではない。会心ではないけど、威厳核アタック。よし、まずは雪、これ雪消し足りなくね？なんか、そんだけ言ってたけど。あれ？なんか、勝てそうな雰囲気あったけど、全然か。いや、でも大丈夫。まだここで焼けついて、いや、いける、勝ち筋ある、見えたけど焼けつかないと終わる。はい、終わりました。あどした。はい、少しでも夢を見せてくれてありがとう。さて、それじゃあ続きやっていきましょう。次の日になりました。ということで、まあ、これね、実はカットしてんだけど、この動画の前に一本またね試合したんだけど、そこでねめちゃめちゃギリギリまで勝てそうだったんだよね。本当にあとねこっちが先手取ってたら勝ちだったんだけど、まあ、勝てなかったんでカットはしたと思うんですが、焼きつく息がうまいこと噛み合ってくれて、それで勝てそうになったんで、これうまい具合にいけばいいよ。龍滅拳か、ひでかすぎる。なうまいこといけばこれマジであるんじゃないかなって思ってんだよね。アイスクラッシュ避けてほしいけど無理かな。まあ、282、これキャットフライに当たってくれたらね耐性あるんでいい感じだったんだけど、さあまずは龍滅拳。まあそうね、格闘パンサーになっちゃう。ここがねキースドラゴンだったら相当強かったんだけど、でからの核アタックなので、まあ、このね焼けつく息が当たるかどうかにかけていけば、もしかしたら勝てるかもしれないという希望に今僕は満ち溢れています。てかさっきの試合ね、それこそ実はつばずり合いで負けちゃって、でも焼けつく息のおかげで勇気ゲージ相手たまんなかったからなんとかなったって感じだったんだけど、逆に言えば、あ、いや、つばずり合い勝ってたらさ、待って、これさ相手つばずり合い打てないぞ。これは来た。ここさすがに焼けつくは怖いんで普通に行くけど、これさあれだよね、さっき、まあね、さっきの試合みんな見てないか分かんないと思うけど、つばずり合い勝ってたら勇気石溜まって勝ってたかもしんないんで、ここ来てるぞ。これめちゃめちゃ熱い。これはね激熱よ。で龍滅拳で、あーまあしょうがない、こ
これね、勇気ゲージ貯める方針でいてもいいかもしんないな。どうしよう。まあもしくはあれだよね、今の麻痺のおかげで勇気ゲージこっちの方が有利になっている可能性あるんで、そこ踏まえるんだったら、なんだ、こっちの勇気ゲージ、つばぜりはやんなくてもこっちの勇気ゲージが先に溜まって、で勝つこともできるかもしんない。さあそして頭突き、まあできれば焼けつく息先に使いたかったけどね。でこれで、はい、いやー、まあこれはもう勇気ゲージ貯める方針でいこうかな。だったらもうつばぜるか、つばぜろ。相手がもしかしたら先につばせてくれた可能性もあったけど、まあ、自分からやっときますか。さ、うわー、微妙だな。これは怖いな。勝たないと絶対負けられない。最悪です。よいしょー、なんとか勝った。ってことでね、いやー、びっくりした。まさか負けるわけないもんね、こんなところで。でギガソードね、はいはいはい。まあ、ちょっとさっきのは夢だったのかな。まあ、夢の状態と大体まあ状況としては一緒で、2ターン目にね、つばぜり合い使われたんで、焼けつき機のおかげで相手を封じられたって感じだね。オーケーナイス、ここで封じたのでかすぎる。でまた次のターンお前もまた動けないわけでしょ。来てる来てる来てる。これ勇気ゲージ貯めるで勝つか、もしくはまあ夢つけん開始に出たらそれでも勝てるみたいな感じになってんね。オッケー、いいよ。で格闘パンサー音速の拳、これちょっとでも避けてほしいな。できればある程度、うわー避けられないか。 HP がちょっとだいぶ減ってんのがきついけど、でキースが動けない。さあここでどうするか。まあ BAA かな、とりあえずは。で動けなく一体でもできれば、それこそ焼けつくで封じれるか、そこにかけたい。あとはまあ流滅系会心出たらそれはそれで勝ち筋、頼む。まあそうね、さすがにそううまいことはいかない。 OK、 さあもういつでも焼けつく。 OK、 いいよ、来い来い。まあまあまあ、そっちでもいい、そっちでもか。で、はあ、本当に頼む。まずは角アタック、よし、いいよ。でお願い、焼けついてきた。あとは当たれば、まあどう、わかんない、勝ちかわかんないから。よし来た、え、勝ったんじゃない、え、勝ったんじゃない、待って、来た。いや、これ凍えるは280も食らない、200せいぜい40くらい、そうだよね、うんうんうん、だいたい210くらいで動けない。そしてこれ雪消し溜まったから、やった、よかった。今夢見てる間に5、6回負けたもんだって。今夢の中で5、6回負けた夢見たんだ。走馬灯のようにババババババってすごい来てたんだよ。やっと勝てた、苦しかった。この動画だけで編集込み込みで、今前日分までは編集したのね。だから昨日のあの次の日ってなったところの前まで編集したんだけど、俺もねこの動画だけ10時間くらい使ってる。動画撮ってんので大体、まあ、1日目が1時間くらいで、2日目が2時間くらいで、今が1時間で大体4時間でしょ。で編集に大体、まあ、6時間くらい、まあ、4時間くらいかな、6時間かかってないから8時間くらいかかったよ、この動画1本で。苦しかった、苦しかったけど勝てた、やっとやっと報われた。苦しい、苦しかったけど、でも勝てた、よかった。やっぱりお前らを信じてよかった。スライムベスカー元に戻した段階で急に良くなったもんね。いやー、焼けつく息が効くと知っていたら、もっと早く知っていたら、この展開に持ってったんだけどね。メダパニとか、それこそね、一番最初にやったメダパニ&焼けつく息パーティーも、もしかしたら場合によっては良かったのかもしんないけど、まあどうだろうね。あのままだったらいけなかったかもしんない。勝負あり、ありがとうございます、モーリーさん。いやー、よかった。勝てた。よし。これでじゃあ、リュータ終わりかな。ついに勝負ありました。最強武闘家決定戦優勝者はユーシス選手に決まりました。ありがとうございます、マイクマン。もう疲れちゃったよ。畜生、負けちまった。俺としたことが、いや、もうお前頑張ったよ。30戦か40戦くらいやったけど、そこまでずっと勝ち続けていたんだから、そらそんだけやったら1回くらい負けてもおかしくないよ。見事ユーシス選手はユータ選手を破っての優勝です。ライバル同士の熱いバトルでした。いやー、よかった本当に。
いやーでも3日目というかこの最終日に関しては1時間くらいで終わったんで、まあだいぶダメージは少なかったね。僕の中のさらなる飛躍を期待しているぞ。毛利さん、ありがとうございました。では早速表彰式に移りましょう。優勝した勇士選手には最強武闘家決定戦のいろいろくれますと。ありがとうございますと。はい、そして、まあ、SP カードもらえると思うんだけど、それに関しても正直、どっちでもいい。なぜなら使わないから、光の玉ありがとうございます。今回一番欲しかったスペシャルカードだわ、光の玉。OK。で、あ、いろいろもらえてありがとうございますと。まあ、バトルマスターなるときってレベルいくつ必要なんだっけ？天下無双の称号を得た。それって特技技じゃない？で、力とかいろいろもらえる。ありがとうございます。じゃん。それでは出場した選手の皆さん、お疲れ様でした。これにて最強武闘家決定戦を閉幕させていただきます。次の大会にてまたお会いしましょう。 See you again。 ありがとうマイクマン。よし、じゃあ終わりましたね。それじゃあみんな、この動画を10回くらい見て、高評価をして、チャンネル登録して、なんかその他もろもろなんかね、いろいろしてくれないと僕は泣いてしまうと思うんで、よろしくお願いします。それじゃ、さようなら。